激闘の末に董卓を破った連合軍であったが、もはや五漢王朝は完全に権威を失っていた。軍友たちはそれぞれの野望を胸に秘め、自らの本拠地へと散っていく。源平を巨匠に迎え入れた曹操は、その後見人に収まって地盤を確かなものとしていった。さらに曹操は南の慶州へと攻め入り、炎上の長州を降伏させて支配下とする。建安2年、炎上に入った曹操はそこで元の城主だった張飼の妻に心を奪われてしまう。張飼の甥である長州はそのことを知って怒り、曹操の急襲を決意した。軍師郭の計略に従って、長州軍が曹操の本陣に夜襲をかける。火の手が上がり、兵たちが押し寄せる中、曹操を逃さんと一人の武将が敵兵の前に立ちはだかった。かかりよったな。全軍退却せよ。勝る不変者よ。
私がお相手。